はい、こんにちは、116インズです。来たよ来たよ、マリナーズついにコンフ初の補強来ましたね。今日マリナーズは2人の有望株とのトレードでパドレスからアダム・フレイジャーを獲得したと発表しました。フレイジャーといえば今季打率3割5厘と好成績を残し、オールスターにも選出されたセカンドですが、打線に穴しかないマリナーズにとっては念願の補強、好打者をチームに加えることができましたね。いやー、さ、フレイジャーのトレードのツイート見て飛び起きましたよ。昨日はメッツが相次いで野手の補強に動いていいなーと思っていて、マリナーズも早くなんか動き来ないかなと思っていたところにこのトレード。ディポと GM はやっぱり期待を裏切りません。実はマリナーズは夏のトレードデッドラインの時点でも当時パイレーツに在籍していたフレイジャー獲得を目論んでいて、で交渉もかなり進んでいたようなんですが、最後の最後でパドレスに取られてしまいましたので、今回5ヶ月越しにフレイジャー獲得が実現。マリナーズは今季セカンドの選手というか大体はディラン・ムーアなんですが、セカンドの選手がバッティング面で期待していた成績を残すことができていなかったので、そのセカンドにオールスター選ばれたばかりの選手を加えることができたのは本当に大きいです。パドレス移籍してからフレイジャー少し成績を落としてしまったのが気がかりではありますが、来季の活躍に期待したいですね。はい、それではトレードの全容を見ていきましょう。マリナーズはパドレスからアダム・フレイジャーを獲得。一方でパドレスはマリナーズから左のリーフプロスペクトのレイカー、今年のドラフト12巡目指名を受けたコーリー・ロージャーの2人を獲得しました。マリナーズからすれば冒頭でも言った通り念願のセカンド獲得、しかも放出したカー、ロージャーもいずれもトッププロスペクトというわけではないので、フレイジャークラスの選手を獲得できるのであれば十分許容範囲のパッケージなのかなと思いました。逆にパドレスは今年のデッドラインでフレイジャーを獲得したばかりだったんですが、わずか半年で再度の放出。パドレスがフレイジャーをパイレーツから獲得した時に放出したプロスペクトたち3人と比較すると保有権の期間の差はあれど、今回獲得した2人は現時点ではプロスペクトとしてのレベルは落ちるのかなという印象が拭えませんが、ただパドレスも内野手がやや過剰気味な中でロースターの整理が必要な状況でしたし、来期の年俸が700万ドル前後と予想されながらも確固たるポジションのなかったフレイジャーをキープしても仕方なかったので、夏のトレードはもう失敗と割り切って損切りに動いた形ですかね。夏のトレードの時点でフレイジャーは本当にパドレスに必要な存在なのかとかなり疑問視されていた印象でしたが、チームが期待していた結果は得られず、マイナーのデプスを削るだけの格好になってしまった気がします。さあ、今回マリナーズが獲得したアダム・フレイジャー、簡単にご紹介しますが、コンタクト能力に優れる29歳のセカンドですね。今季打率3割5厘とアベレージも残せますし、三振も少ないのが魅力ですね。パイレーツでは今季98試合で打率3割2分4厘と打ちまくった反面、パドレスでは打率2割6分7厘とかなり落ち込んでしまった印象がありますが、 BABIP の下降がかなり影響しているみたいですね。どちらかといえばパドレス来てからの BABIP の方が彼のキャリア平均に近い感じなんですが、パドレス移籍後に異様にゴロが増えていましたので、それがマイナスに作用したのかと。さすがに今季の前半戦のように3割2分打つとは思いませんが、まあ2割9分3割くらい打ってくれるといいなと個人的に思っています。またフレイジャーはセカンド以外にもライト、レフト、サード、センターの経験も少々ありまして、ユーティリティ性も兼ね揃えているのもマリナーズにとってプラスですよね。ディポと GM はオフが始まる前に複数ポジションを守れる選手を獲得したいと言っていましたが、フレイジャーはまさにその希望にかなう選手です。現時点のロースターではセカンドのレギュラーになりそうですが、シーズン入ってからいろんなポジションで価値を発揮してくれると嬉しいですね。来季が FMI 最後の年ですが、マリナーズがフレイジャーとの契約延長に動くのかも注目です。でフレイジャーなんですが、マリナーズ打線に足りない要素を本当にうまく補完してくれる選手だと思っています。マリナーズ打線が今季 MLB でもワーストクラスだったのは皆さんもご存知かと思いますが、打率2割2分6厘はガチで MLB ワーストです。なんならこれでもシーズンで見ればだいぶ上がった方ですからね。確実性には欠けるチームで、セカンドの選手に至ってはさらに低く、打率2割6厘と随分悲惨なことになっていますが、そこにアベレージを残せるフレイジャーが加入したのは大きいでしょう。またマリナーズ打線は低打率に加え三振も結構多く、三振率 24.8% はこちらも MLB でも下位に相当する成績です。ヒットは打てん、バットにも当たらんという感じのマリナーズに、ヒット打てる、三振しないフレイジャーという新しいタイプのバッターが加わったのは、打線のバランスを良くする上でも効果的な補強のようにも思いましたね。パワーはあまりないので、そこは他のバッターに任せる必要がありそうですが、 JP クロフォードとともにいやらしい 1,2 番コンビを形成してくれればと思っています。現段階でもチームにプラスをもたらしてくれそうな今回のフレイジャーの獲得ですが、これはマリナーズが今オフ予定している補強の第一歩に過ぎません。
一応今のロースターであればセカンドのレギュラーはフレイジャーだと思いますが、先ほども言った通りフレイジャーはいろんなポジション守れる選手でもありますので、フレイジャーがいるからといって他の選手の獲得が阻害されるわけではありません。マーカス・セミエンやクリス・ブライアント、クリス・テイラーといった FA 選手の獲得にマリナーズ興味があると言われていますが、フレイジャー獲得後もこういった選手の獲得には引き続き動くと思っています。まあ、個人的にはフレイジャーはセカンドで一番価値を発揮できると思いますので、フレイジャーが来たことでセミエンよりブライアントの方が今のマリナーズのポジション事情によりフィットしそうな感じになったと思いますが、リポート GM 次にどんな動きに出るのか本当に楽しみですね。今回のトレードに際する取材で名前は出ませんでしたが、マリナーズが FA 選手2人に対して正式なオファーを出したこともリポート GM から明らかになりまして、そのうちの1人は大物選手らしいですので、引き続きマリナーズの動きから目が離せません。はい、で今回のトレードは半ば夏のトレードの損切りという形になったパドレスなんですが、パドレスが獲得した2人のプロスペクトもご紹介しましょう。まずレイ・カーなんですが、今季マイナーでブレイクした左のリーフですね。もともとドラフト外 FA で契約した選手でしたが、プロ入ってから球速がぐんと伸びまして、現在は最速100マイル、今季は AA と AAA 計36試合で防御率 3.18、 奪三振率 13.6 とリーフとしてはかなり有望な選手で、先日ルール5ドラフト対策の一環で40人枠に追加されたばかりでした。カーのブレイクにはシングル A 時代のピッチングコーチであるロブ・マーセロ・ジュニアの働きがかなり大きかったそうで、でそのマーセロ・ジュニアは先日パドレスのピッチングコーディネーターに就任したばかりなのですが、マーセロ・ジュニアの進言がカーの獲得につながったようなんですね。ブルペンに課題を抱えていたパドレスにとって、来季ブルペンの即戦力としての活躍にも期待できそうなカーの加入はプラスに作用するんじゃないかと期待しています。続いてはコーリー・ロージャー、今年のドラフトで12巡目指名を受けたばかりの外野手ですね。指名順位が示すようにドラフト時の評価がめちゃくちゃ高かったわけではないんですが、契約後ロー A で打率3割9分と打ちまくったことで注目されていた選手です。31試合で13盗塁記録したスピードも魅力で、マイナーの階層上がってもこういった形で打って走れる感じで活躍できれば結構面白い存在になるんじゃないかと、まあ、現状はカーの方がメジャーの戦力として期待できそうな感じで、ロージャーは当たれば儲け物といったところでしょうかね。フレイジャーの見返りにしては物足りない印象もありますが、パドレスがこの2人をいかに伸ばせるか、そこはこのトレードの鍵を握っていきそうですね。はい、今回のトレードをまとめると、マリナーズとしては個人的に文句なしのトレードです。この内容のパッケージでフレイジャークラスの選手獲得できるなら絶対飛びつくべきチャンスですし、実際にマリナーズはものにしました。大きな出血を伴わずに戦力アップを図れたのは補強第一弾としては間違いなく好スタートです。ロックアウトの前にポジションの融通が効く選手を抑えることができたのも個人的には良かったかなと思っています。一方でパドレスは獲得した2人を伸ばすのもそうですが、フレイジャーに来季払うはずだった700万ドル前後のお金をどう使うかもポイントとなってきそうかなと思っています。フレイジャーの獲得を失敗と割り切った以上、次のムーブは是が非でもチームの成功につながる一手にしなければならないでしょう。両チームのこの後の動きもまた注目したいところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。